ロマン・スタニスラボビッチ・アダモフは、ロシアのサッカー選手。ポジションはフォワード。FC ・シャフター・ルドネツクに在籍した経験を持つが、出場機会に恵まれず。FC ・ロストフ、FC ・テレク・グロズヌイでのプレーを経て、FC ・モスクワでは、ロマン・パブルチェンコと共に2007年シーズンの、ロシアサッカー・プレミアリーグ得点王に輝いた。2008年6月。 強豪 FC ルビン火山に引き抜かれるが、控え要因に甘んじ、2009年7月28日、クリルやソベトフサマーラへ、レンタル移籍2010年シーズンは、フルスロストフに、レンタル移籍し、2011から12シーズンも引き続き、レンタル契約が延長され、キャプテンにも就任した。2012から13シーズンから晴れて、完全移籍し、 6試合に出場するも、双方の合意の下で、契約解除。2012年9月18日、チェコの FC ビクトリアプルゼニエ遺跡。国外での挑戦は、シャフタール以来である。A 代表デビューは、2008年3月26日のルーマニア戦だが、2004年2月11日に、行われた、日本 U-23 代表戦のメンバーに選出されたことがある。 しかしこの試合は国際サッカー連盟公認の国際 A マッチではないため記録としては残っていない UEFA ユーロ2008のエントリーメンバーに選出されたが初戦のスペイン戦での途中からの出場のみに終わった以降代表からの招集はないありがとうございます